ので、10月の定例記者会見を始めます。市長、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。10月の定例記者会見を開催させていただきましたところ、お集まりいただきありがとうございます。今日は舞鶴市から案件は3つ、それから報告事項として1件報告をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。それでは早速案件の1つ目、首都圏プロモーションの実施についてを説明いたします。舞鶴市では戦後80年を迎え、戦争や平和についての関心が高まる来年、令和7年に向け、平和を希求する引き上げの町舞鶴の取り組みを発信するとともに、舞鶴市の観光や食の魅力を PR することで、誘客を推進する首都圏プロモーションを実施いたします。首都圏プロモーションでは3件の事業を予定しております。まず1件目は、11月15日から12月8日まで、グランドハイアット東京で開催されるグランドグルメトリップ京都舞鶴でございます。2件目は12月23日から26日までの4日間、東京丸の内にある切手丸の内のイベントスペースで開催する京都舞鶴世界記憶遺産×日本遺産巡回展でございます。3件目は令和7年3月に予定しております舞鶴引上記念館の学生語り部などが参加し、若い世代が史実を学び継承する意義などを考えるミニ平和未来フォーラムでございます。なおこのフォーラムにつきましては、詳細が決まり次第にまた発表させていただきます。2ページ目をご覧ください。首都圏で展開する3つのプロモーション事業をさまざまなメディアに取り上げていただくため、10月30日に東京で地元メディアを対象とした記者説明会を実施いたします。説明会では首都圏での事業の PR のほか、私の方から引上港舞鶴の歴史、また舞鶴が引上の継承に使命感を持って取り組んでいることや、学生語り部をはじめとする若い世代の未来への希望を持てる活動など思いを含めてお伝えをしてまいりたいと考えております。3ページ目をご覧ください。首都圏プロモーションの1件目、グランドハイアット東京舞鶴フェアの開催について説明いたします。まず舞鶴市におきましては、本市が誇る質の高い農水産物の市外での PR に力を入れており、昨年度は東京駅前にあります切手丸の内において物産展舞鶴フェスタ in 丸の内を開催し、多数のメディアにも取り上げていただいたほか、京都市中央市場や大田市場、豊洲市場における仲買人等への PR 活動を毎年続けており、舞鶴カニや万願寺甘党をはじめとしたブランド化を生産者、京都二の国農協、京都府漁業協同組合の皆様と一緒になって推進してまいりました。そのような積み重ねの中で、今年度はグランドハイアット東京様とご縁をいただき、本日発表させていただくものであります。それでは詳細に入ります。東京六本木ヒルズにあります富裕層をターゲットとしたラグジュアリーホテルグランドハイアット東京 の中にあります日本料理春坊にて、11月15日から12月8日までの間、冬の味覚の王様である舞鶴カニをメインに、京さわら、のどぐろ、京都米の京式、万願寺山と大浦地区で生産されているレモン、舞鶴茶および地酒などの厳選された食材がふんだんに使用される舞鶴フェアグランドグルメトリップ京都舞鶴が開催されます。このグランドグルメトリップはグランドハイアット東京が地方の生産者を応援する活動の一環として取り組まれており、これまでに沖縄、徳島、島根
などをテーマとして地域や食材の魅力を発信されております。でこの度は春坊様の方からお声掛けをいただきまして、舞鶴市がテーマとなりました。まあ、先ほど申し上げたように都道府県単位でのフェアが多い中で、この基礎自治体としての実質はですね、実施は沖縄県の石垣市に続いて、全国で2例目となります。舞鶴市といたしましてはラグジュアリーホテルのレストランで舞鶴産品の食材を使用していただくことにより舞鶴ブランドの価値の向上と流通拡大を大きく期待しているところであります。フェアを活用したプロモーションも準備をしておりまして、グランドハイアット東京と舞鶴市のコラボ CM を作成し、首都圏や京阪神にて TVer および YouTube の広告配信や六本木ヒルズ内の大型ビジョンでの放送を予定しております。春坊の料理長が舞鶴の競り市場や生産者を訪問し、食材を厳選し調理、盛り付けを行い料理を披露するストーリーとなっております。この CM の配信により食の魅力を活用した観光誘客にもつなげてまいりたいと考えております。5ページ目をご覧ください。首都圏プロモーションの2件目、引き上げ世界記憶遺産と日本遺産巡回展 in 丸の内についてご説明いたします。この巡回展は切手丸の内地下1階の東京シティアイにおいて12月23日から26日の期間、首都圏の皆様に向けて海軍鎮守府が設置されてから戦後は引き上げの町として歩んできた舞鶴の歴史と観光や食などの魅力を紹介する特別展示であります。来年は戦後80年海外引き上げ開始80年に加えて舞鶴市所蔵の引き上げ関連資料のユネスコ世界記憶遺産登録10周年を迎えることから、レプリカにはなりますが登録関連資料についても首都圏でご紹介をいたします。舞鶴や引き上げ抑留についてあまりご存知ではない世代にもご覧いただき、私たちの平和への願いや思い、魅力をお伝えし、舞鶴への誘客や交流人口、関係人口の創出につなげていくものであります。これら首都圏プロモーションの内容を説明する10月30日の東京記者説明会の資料につきましては、12月29日に舞鶴記者クラブの皆様に配布させていただきますのでよろしくお願いをいたします。説明は以上でございます。それでは案件位置についての質問をお受けいたします。質問のある方挙手をお願いいたします。はい、新橋教授お願いします。はい、京都市民です。舞鶴市は、早くから関係人口を支持したと言われていると思うんですが、実際に誘客訪問というところにつなげるという部分でいうと、このタイミングで来年のターゲットにというのが、一つは反発の積み重ねをされているとは思うんですが、はい、いわゆる商品化、旅行商品とつなげるという部分で、その辺のある意味売り込みであるとか、いうことはどうされるのかなというところはちょっと、ご報告というか、からはちょっと分かりづらかったのでお聞きいただきたいんですが、舞鶴、美濃京都といいますと、どうしても京都をワンタッチしてからということ、京都市内ですね、あるいはクルーズ船にしても、じゃあ地元でどれだけ受け入れられるのかという課題なのかと。そこで舞鶴を選んでもらうという部分で、これをどう商品化の提案をしていくのかというのはちょっと分かりづらかったので教えていただきたいと思います。はい、分かりました。ありがとうございます。まずは具体的な商品化のプロモーションというよりはですね、やはりこの人口が集中している首都圏において舞鶴を知っていただくというところ、もうこの根幹のところをしっかりやっていきたいなというふ
ふうに思っています。でその上で、まあ、どうしてもこう京都の日本海側というのは非常に距離が遠いというイメージも皆さん持たれているんですが、実は新幹線からまた京都駅からはですね特急で一本で行けるというようなところもお伝えをしていきたいというふうに思っていますし、まあ、何よりも大きな目的はこのプロモーションに関しては繰り返しますように、まずは倍速を知っていただくことが重要であると思っております。まあ、それから先ほどこの観光以外のところを、まあ、大きくやはり我々はこの引き上げシベリア抑留と平和への気球というのに非常に力を入れておりますし、まあ、来年が戦後80年であるということ、それから引き上げ記念館の資料がですね世界記録遺産に登録されて10周年であるというところ、このあたりを、まあ、一つ大きな契機として、しっかりと証券の方を中心にですね引き上げの歴史や、まあ、我々が取り組んでいる学生語り部等の取り組みを伝えていきたいというのが大きな考え方でございます。はい、他にございませんか。よろしいでしょうか。はい、なければ案件1については終わらせていただきます。